はい、今回はパート5で絶対に覚えたい瞬殺パターン練習問題6をやっていきます。今から問題が表示されます。じっくり考えたい方は動画を一時停止してください。解説はすぐに始まります。これが練習問題です。空欄に入る単語を選択肢の中から選びましょう。動画を一時停止して考えてみてください。それでは解説を始めていきます。パート5の問題を解く手順の1、選択肢を見ます。 wide、 widen、 widely、 widens。 選択肢には語尾の異なる単語が4つ並んでいます。だからこれは品詞問題です。問題を解く手順の2、空欄の前後を読みます。こうなりますね。空欄の前にあ、空欄の後ろに variety っていう風に名詞があります。これは以前の動画の瞬殺パターンその2、 a surprisingly wide variety type ですね。これには公式が3つありました。 a variety of、 a wide variety of、 a surprisingly wide variety of。 もう答えが出ちゃいましたが、とても大事なので復習します。公式1は、あの後ろには絶対名詞があるっていうものでした。公式2は、あの後ろには絶対名詞があって、間が空いていたら形容詞が入るっていうものでした。公式3は、あの後ろには絶対名詞があります。名詞の前には形容詞が入ります。まだ空欄があったら、副詞を入れるっていうタイプのものでした。空欄には、variety っていう名詞を修飾する形容詞が入るので、ここでは広いっていう意味の A が正解です。これまでの動画を見てる方であれば、今回の問題は1秒で解きたい問題ですね。それでは本文の意味を確認しましょう。 Here at Vernon Consulting、 ここ Vernon Consulting 社では、 We offer a wide variety of services、 私たちは様々なサービスを提供しています。 To help companies get the results、 企業が結果を得る手助けをするための。 They most desire、 それらが最も望む。ボキャブラリーです。 Consulting、 Consulting、 Offer、 提供する。 A wide variety of、 様々な幅広い。Desire、 何々を望む。 Here at Vernon Consulting, we offer a wide variety of services to help companies get the results they most desire。 赤字部分が少し複雑なので説明します。 To help companies get the results they most desire、 To help companies get、 まずは help の使い方に注目しましょう。 help の直後に名詞 companies があります。その後ろに動詞 get の原型があります。これは help or do、 O が何々するのを助けるという形です。 help or の O は目的語、 do は動詞の原型という意味です。 to help companies 目的語、 get 原型ですね。 companies が get するのを助けるという感じで、企業が何々を得るのを助けるという風になっています。これが help の説明です。一度戻ってみましょう。 to help companies get the results they most desire、 次は get 以降の部分の説明をします。The results they most desire、 こんな感じでカッコでくくると分かりやすいかもしれないですね。それらが最も望む結果っていう風に、 they most desire が後ろから results を説明しています。これのことを高知就職と呼ぶこともあります。もしくはここに which や that などの関係代名詞が省略された形ですっていう風に説明するとしっくりくる方も多いかもしれないですね。まとめると、To help companies get the results they most desire、 Help と get に注目して、 Help or do、 O が何々するのを助ける、 They most desire が results を後ろから就職しているから高知就職で、企業が最も望む結果を得るのを助けるっていう風な意味になっています。本文に戻ります。 Here at Vernon Consulting, we offer a wide variety of services to help companies get the results they most desire。ここバーノンコンサルティング社では、企業が望み通りの成果を出すための様々なサービスを提供していますみたいな意味ですね。今日のチップスです。 The results they most desire っていう風に後ろから説明するもの、実はこの形の高知就職はとても便利なので、リスニングリーディング問わず頻繁に登場します。すんなり意味が入ってくるように、いくつか例を見た上でトレーニング、まあクイズをしてみましょう。 The room I rented、 部屋、私が借りた部屋という意味です。The item I ordered、 私が注文した品物。こんな感じで前の名詞を後ろの主語と動詞が修飾するんですね。 The machine he repaired、 彼が修理した機械。 The book he bought、 彼が買った本。 The place I like、 私が好きな場所。 The test you have to take、 あなたが受けなければならないテスト。 The result they most desire、 それらが最も望む結果。ではクイズです。英日トレーニングやってみましょう。英語を見て日本語の意味を考えてみましょう。The room I rented、 これって日本語で何でしたっけ。
そう、私が借りた部屋という意味ですね。こんな感じで今から僕が英語を読みますので、日本語で意味を考えてみてください。 The item I ordered、 私が注文した品物ですね。 The machine he repaired は、彼が修理した機械です。 The book he bought は、彼が買った本ですね。 The place I like、 僕の好きな場所でしたね。 The test you have to take、 あなたが受けなければならないテストという意味でしたね。それでは今度は逆にやってみましょう。日本語から英語です。日本語を英語にしてみましょう。私が借りた部屋って英語で何でしたっけ？ The room I rented ですね。私が注文した品物は、The item I ordered、 彼が修理した機械、 The machine he repaired、 彼が買った本、 The book he bought、 僕の好きな場所、 The place I like、 あなたが受けなければならないテスト、 The test you have to take。 できましたでしょうか？トレーニングは以上です。今見たくらいの難易度のフレーズだったら、日本語から英語とか、英語から日本語が瞬時にできるくらいまで慣れておきたいですね。テンポよくパッパッと日英英日の変換ができるようにしておくと、TOEIC のリスニングとかリーディングで同じ構造のものが瞬時に理解できるようになります。最初は難しいかもしれないんですけど、慣れれば絶対にできるようになるので頑張っていきましょう。じゃあ今日の動画は以上です。引き続きですね、英語の学習を頑張っていきましょう。